サエさんの妹さんだよね。少し話せないかな。怪盗団のこと？明智くん？察しがいいね。鴨志田とまだらめの事例で何か共通点はないのかなってさ。被害者が出てるんだし、怪盗団のことは追及しないと。怪盗団を否定しているのに怪盗団の実在は疑わないんですね。ああ、テレビ見てくれたんだ。真実を追いかけるのに常識が邪魔になることだってあるからね。彼らがいるって考えた方が多くのことに辻褄が合う。これお姉ちゃんに言われて。たまたまだよ。なんか楽しんでません？そうかもね。え？予告回答なんてフィクション。現実でやり遂げたやつがいるとしたら、カリスマ探偵なんて言われてる身としてはライバル視するなって方が無理だろ。自己評価が高いのね。回答は悪で、あなたが正義？勝手に人の心をいじってるやつと比べれば、少なくとも僕は正義の側にいる。それに僕は自分に備わった才能を使って世のために奉仕しているに過ぎない。君だってそうじゃないの？私は。なんだ君、意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。そろそろ始まるな。じゃあね、サエさんによろしく。なんで私ばかり責められるの？こんな美味しいコーヒーが飲めるなんて。次が決まるまでいていいんだぞ。住み心地は良くねえだろうがな。いえ、寮に戻ることにしました。みんなと昨日一晩話をして分かったんです。俺は絵の世界に閉じこもっていたせいか、世間を、他人を知らなすぎたと。人間を描くならもっと知らないといけない。いろんな人と触れ合う必要があると思ったんです。まずは寮に戻って身近な人たちと触れ合うことからやり直そうと。大したもんだよ。よく自分で気づけたな。大げさですよ。またコーヒーをいただきに来ても？待ってるよ。彼も大変だったんですよね。マスターと彼は親戚なんですか？え？ああ、なんつうかただの知人だ。血は繋がってね。立ち入った質問かもしれませんが、なぜ彼を引き取ることに？理由か、似てるからかね、昔の自分に。それだけの理由で？世の中はそんなもんさ。誰かが誰かを気にかけるってのは、お前さんとこの師匠、元師匠、その人だって才能を盗むって以外にお前になんか思うとこがあったんだろうよ。俺も心の底からは憎めません。俺そろそろ。なあ、本当にいいの？え、うちなんかにはもったいないぜ。寮で俺だけが抱えているのも、好奇の目にさらされるのも嫌でしょうから、何の変哲もない日常をほんの少し彩る。母もきっと同じ選択をするはずです。そうか、じゃあ預かっといてやるよ。ごちそうさまでした。また。おーい、起きたか？
スナーな。やれやれ。
ちょっと。Take off my mask, reveal the dark.
と言っても、皆さん、こんばんは。君には世話になるね。皆さん、ああ。君、ありがとう。
よし。またよろしく頼むよ。やあ、答えてごらん。これだ。その通りさ。よかった。まだ帰ってなかった。新島さんから言伝よ。すぐ生徒会室へ行ってくれる？紛失物の届けが出てないから手続きしてくれって。囚人の生徒会長新島誠さん。生徒会室は3階ね。図書室の隣にあるから。それじゃ。
伝えたからね。校長のお気に入りだか知らないけど、なんで私が生徒のパシリなのよ。新島ってお前たちを突き回してたやつだろ。一体何の用だ。率直に聞くわ、鴨志田先生、それから斑目、怪盗事件の真相を教えてくれない？答えられない？そうよね、認めるわけないわよね。聞いてくれる？誰かが助けてやれんだったら、こっちも怪盗なんてやってねえんだよ。本当なのかな？このまま続けて大丈夫？どういう意味かしら。やっちまった。恐喝なのか催眠なのか、どうやって自白まで追い込むの、教えてもらえない？こんなもの証拠にならない、そう言いたいってわけね。私はあなたたちが怪盗団だと思ってる。さっきの警察が聞いたらどう思うのかしらね。警察に直に見張られるのはまずい。お前の身だってどうなるか知れたもんじゃないぜ。君が白状してくれたら、ここだけの話にしてもいい。話してくれるよね？それ認めているのと同じね。どうぞ。あのバカ、相変わらず大きな声。でもちょうどよかった。みんなにもこれ聞いてもらいたいの。お仲間のところへ案内してくれる？こうなった以上仕方ないか。あ、来た？あの子、友達？どうなってんだよ。どういうつもり？彼に案内してもらったの。坂本龍二君、高巻杏さん、それから斑目の門下生だった厚生高校2年生北川君だよね。これのことで聞きたいことがあってね。誰かが助けてやれんだったら、こっちも怪盗なんてやってねえんだよ。鴨志田と斑目で酷似した犯行手口、偶然にしては出来すぎなほどタイミングよく集まった被害者たち、疑わない方法を教えてほしいわ。君の目的は何だ？わざわざ報告しに来たのか？これから通報しますとでも？どうせ言われてきたんでしょ。学園から犯罪者を出すわけにいかないもんね。自殺とかセクハラとか見逃すくせに。大人の言いなりに使われてるだけなのに、かわいそうな人。そんなこと分かってる。え？だから確かめさせて、あなたたちの言う正義を。はあ？このことはまだ私しか知らないの。正義を証明してくれれば、これは捨てる。取引か。改心させてほしい人がいるの。誰だ？できないとは言わないのね。でもそれはまだ言えない。明日放課後、屋上で続きを話しましょう。引き受けてくれるって前提でね。めんどくせえことになったな。迂闊なんだよ。自覚がなさすぎるんじゃないのか、龍二。
なんで俺だけなんだよ。あんだって録音されたろうが。ごめんなさい。おい、どうするよ。証拠があんだよな。レコーダーか。証拠にしては不十分な気もするが、そもそも手口を解明できるはずがない。あの人のことだし、またなんか罠かも。保護観察中のこいつだけはちょっとヤバいかもな。こいつがいなくなったらきついだろう。つうか警察は俺らも勘弁。ならやるしかないか。今は素直に従っておくべきだ。痛恨のミスではあったが致命傷ではない。取り戻すしかないだろう。へいへい、すんませんした。ってことでいいんだな、リーダー。明日屋上だったっけ。俺はどうしたらいい。なんなら潜入でもするか。目立っちゃうってば。ユースケは外で待ってて。あの人何企んでんだろう。いろいろ見てってください。
いや。来ないかもって思ってた。改心させたい相手って誰なの？あるマフィアのボス。マフィア？何言い出してんだ？図に乗ってそう名乗ってるそうよ。フィッシング詐欺の元締めらしいの。最悪なのは、奴らに目をつけられたら徹底的に脅され続けること。詐欺の片棒を担がされて家族まで脅迫して破滅するまで追い込む。マジかよ。うちの生徒にも被害者がいるらしいの。嘘。彼らは子供を中心に狙ってる。そのボスの名前は？さあ、わからない。彼らに脅されて誰も証言しないから、警察ですら実情を把握できないそうよ。そこから調べろってこと？正義を語る怪盗団ならそれくらいやってみなさいよ。それとも明智君の言う通り、正義なんて存在しないのかしら。なんかチクッと言い返せねえのか。真面目か。彼らは渋谷を中心に活動している。それだけが頼りの情報。期限は2週間。過ぎれば全ての証拠を警察と学校に提出する。私の期待裏切らないでね。完全に向こうのペースだったな。何が期待だ。くそ、上から指図しやがって。ユウスケに連絡だ。囚人学園の生徒会長ですって。誠が怪盗団騒ぎに首を突っ込んでいたっていうの？あの誠がどうして？揺さぶるために妹の名前を出すなんて、やっぱり大した悪党ね。いいわ、嘘を言っているかは全部聞いてから判断させてもらう。ああ、もうムカつく。しかしマフィアとは。大丈夫かな。やるにしても相手の情報が少なすぎる。犯罪に手を染めてる輩どものボスだ。パレス持ちでもおかしくはないが。けどいいチャンスなんじゃないか。どこが？超大ピンチでしょ。善人面した悪人を懲らしめても世間は俺たちを認めなかった。しかし劣気とした犯罪者を、それも警察が手を焼く大物を懲らしめれば。そっか、みんな信じてくれるかも。なるほど、あの明智にも俺たちが正義の怪盗団だって認めさせられるわけか。どうするよリーダー。おや、いつもみたいにやれりゃできる。期限は2週間だったな。あまりのんびりもできないだろ。俺はうちの学校に被害者がいないか聞き込みしてこよう。私も渋谷に出入りしてる子にその辺聞いてみる。じゃあ俺ネット片っ端から見るわ。お前とモルガナは学校の聞き込み頼む。鴨志田の時でちょっとコツ掴んでんじゃね。我が輩もフォローしてやる。よし、じゃあ情報持ち寄って週末の金曜あたりに集まろうぜ。また連絡入れるからよ。明日から学校で聞き込みだな。何？どうせすぐに見つかるって。ちょっといいか。
いや、その、さゆりを見たくなってな。帰るなら俺も一緒に行く。店に馴染んでるな。ここに預けてよかった。さゆり。ひょっとしたら、俺はもうダメかもしれん。実は相談があってな。最近筆が止まってしまうんだ。これまでもモチーフや技法で悩むことはあったが、少し時間を置けば勝手に治った。だが今回は違う。もがけばもがくほど底なし沼に沈むような、完全にスランプというやつに陥っている。俺が美術を学んでいられるのは学校からの奨学金のおかげだ。だが奨学金もボランティアじゃない。コンクールでも何でも実績を出さなくては、奨学金が絶たれれば寮も出ていかねばならんだろう。今まで描きたいものだけ描いていればいいと思っていた。どこかにある純粋な美、それを追い求めることが絵を描く理由だった。あのさゆりのような純粋な美に近づきたい、それだけだった。なのに今の俺は、生活のため、評価のため、キャンバスに向かっても湧くのは雑念ばかり。苦心してできた絵も俺の目には美とほど遠い。もはやこんな俺に筆を取り続ける資格があるのか。すまない、一人で先走ってしまって。ただ昔から物事ははっきりさせたい性分なんだ。中途半端は許せん、罪だ。だから今の不甲斐ない自分に腹が立ってな。だが今筆を折ることこそ最も中途半端だ。俺は自分が納得できる絵を描きたい。これで死んでもいいと思えるような絵を。見ろ、あのさゆりを。見る者に訴えかける眼差し、輝かしいばかりの姿、あれこそ純粋な美だ。さゆりの美はいくら模写をしても俺のキャンバスに現れ出ない。なぜだ。描き手が違うからだ。魂が違うからだ。魂とは何だ。それは心だ。心とは何だ。なぜ美を生み出すんだ。俺は心を理解したい。だがどうしたらいいのか、率直に言ってさっぱりわからない。協力してくれないだろうか。君は俺の世界にはいなかった類の人間だ。そして俺の世界を変えた人間だ。その君なら俺に何かをもたらすかもしれない。そうか、助かる。君はいいやつだな。美術の先生は今も俺の絵を評価している。上辺の出来は変わらないからな。だがこの迷い、いつまでごまかせるものか。心の濁りはいずれキャンバスにもにじむ。そろそろ門限だ。失礼する。またな。雨ね。なあ、
いろいろ見てってください。新島君、どうなってるんだ。マフィアを名乗る輩の被害が生徒に及んでいるというじゃないか。はあ、あんな突拍子もない話冗談だと思っていたんだよ。ただの被害者ならまだしも、犯罪に関わっているという噂まで。保護者から問い合わせも来ている。一体なぜこんなことに。そう言われましても、我が子を始まって以来の失態だ。公になっては経営にも影響が。これは生徒会の監督責任だよ。解決を頼んだはずだが。一応手は尽くしています。信じていいんだね。早急に何とかしてくれ、頼む。君だけが頼りなんだよ。期待を裏切らないでくれ。言えば生徒の間でも君への不満が募っているそうじゃないか。このままでは私も君も学校に居場所がなくなるぞ。分かってます。もう少しだけ時間をください。最近の若いやつは。
でね、どうしてもお金がいるの。美味しいバイトを教えて。飯田くん知ってんでしょ。バイトなら他にあんだろ。え、あそう言われると確かに。だからそのヤバくないか。フランソワは？は？うちの猫車で事故って、それと富士の病。嘘くせえ。というより我が輩が元ネタじゃないよな。フランソワが死んだら きっと私も死ぬ多分。やめてくれよ。それが嫌なら美味しいバイトのことを教えて。知ってんでしょ、噂になってるんだからね。噂？もしかして西山が。西山？いや。ねえ、西山って何？それは勢いで押し切ったぜ。あれ演技じゃないよな。ここは安藤に任せて、西山ってやつにも話を聞きに行こう。ちょっといい？何か探ってるんだろ。俺も協力するから何でも聞いてくれ。西山？飯田とよく一緒だけど。そうか、飯田のこと聞くつもりなのか。それで高巻さんが飯田に。でもごめん、今どこにいるかまでは。よく遅くまで残ってたからまだ学校にいるとは思うけど、探しに行くんだったらその間俺もいろいろ調べとく。まあ好きにやらせてみるか。西山の居所は他で聞くしかないな。学校のことに詳しそうなやついないか。西山は僕だけど、君ってあの転校生だよね。僕に何か用？飯田って、なんで君が？まさか君が何かしてるのか。あいつ最近変だったし。どういうこと？やっぱりヤバいことなのか？放課後渋谷に行ったらセントラル街で男に誘われたんだ。おいしいバイトがあるけどやらないかって。僕は断ったんだけど飯田は乗り気でさ、いろいろ話を聞いたらしい。え、怖くて先に帰ったから。そこまでは飯田が言うには10分で終わる、目立たないやつに向いてるとか。急に金遣いが荒くなって、その後様子がおかしくなった。知ってるのはそれだけ。もういいだろ。セントラル街の男か。やはり怪しいな。そいつに犯罪の片棒でも担がされたか。つまりそのバイトの内容は何か犯罪に関係してて、10分で終わる、目立たないやつが向いてる、小さな封筒を運ぶってとこか。心当たりあるか。マフィアのやってそうな犯罪だろ。薬物ってやばい薬か。それの運び屋。薬なら封筒に入るし、持ってるだけでアウトだな。運び屋かよ。こりゃ穏やかじゃねえな。アンドナのところへ戻るぞ。
飯田に直接聞いてやれ。お願い、バイトのこと教えて。じゃないと私のフランソワが。まだフランソワやってんのか。よし、代わってやれ。なんだよお前まで。知らないって言ってるだろ。なんだって西山が。あの野郎、くそくそ。そこまで言うなら来いよ。ここじゃ話す気にならない。もっと人がいないとこ行くぞ。お前まで何なんだよ、みんなのいる前で。バイトやってるけど別に普通じゃね。お前何が言いたいわけ。なんでその話あの人にしかしてないのに、よりによってお前に知られるなんて。そうだよ、おいしいバイトなんて言われて薬の運び屋なんかやっちまった。渡された封筒をコインロッカーに入れるだけ、それだけでうんまえんやるって言われたから。中身のことなんて知らなかったんだよ。なのにこんなことに。そこまで知ってたんだ。金口座に振り込まれた後すぐに脅しが始まったよ。運ぶところを取られてたんだ。金を払わなきゃ全部バラすって。というより僕にこんなこと聞いて何のつもり？バイトのことをネタにして僕にたかろうとか？そうなんだ。まあたかられたところで渡す金なんてないけどね。バイトのこと興味あるならセントラル街に行ってみなよ。僕も昼間そこで声かけられたんだ。聞きたいこと全部話しただろ。もういいよな、それじゃあ。
おい。ご主人。おい。それでは伺います。ご利用ありがとうございました。やっぱりわかんねえな。よし、揃ったな。やっぱり昼間は高校生とか多いね。きっとどっかで狙ってる。しかし、これだけ人が多いと少々骨が折れそうではあるな。だよな、今日で尻尾つかんでやる。昨日の打ち合わせ通り、君はセントラル街ね。そんじゃ始めるか。怪しい奴がいたら報告な。よし、予定通り行くぞ。マフィアと顔合わせかもしれん。気を引き締めていけ。ねえ、ブランド品とか興味ある？すぐそこで商談会やってんだけど、覗いてかない？ちょっと仕入れすぎちゃって、商品残っちゃってさ。このまま引き上げると、上から怒られちゃうわけよ。特別に安くしとくからさ。どう？どうする？値段次第じゃね？お、そこの君もどう？すっげえお得だよ。そっか、残念だわ。気が向いたら声かけてよ。ほんとすぐそこだからさ、ちょっと寄っていきなよ。何かのセールスらしいな。そんなの放っておけ。なるほど。
みんな自主的に動いてるな。それでこそ怪盗一味だ。我が輩たちも負けてられんぞ。まずはホームレスを見つけようぜ。よし、我が輩たちも応援に行こう。どれが当たりかわからんが、怪しいと思うところに行ってみろ。こんにちは。ボス探しの件、進んでる？ならいいけど。そこのお二人さん、暇なの？いい仕事あるんだけど。すげえ楽なやつ。俗に言う、運送業的な？探す手間が省けた。高校生だよね。お小遣いだけじゃ足りないでしょ。運送って怖いもののとかですか？このお姉ちゃん面白いこと言うね。答えられないんですか？やっぱり怖いもの。あ？つか何なの？質問ばっかじゃねえ？なあ。あなた。冗談だよ。ガキ相手にマジになるかや。つか付き合ってらんねえし。あのお手数でしたら私から直接責任者の方に伺いましょうか。うちのボス誰だか知ってて言ってるってなわけねえか。なんか君らめんどくせえから他当たる。じゃあね。あれ多分私たちが探してるマフィア。まだ確証はないけどね。ガマかけてみたけど肝心なとこをはぐらかされたし。さっきはありがとう。かばってくれたよね。私行くね。噂のボスはなかなか手強そうだな。部下の教育もしっかりしてやがる。
警察には尻尾をつかませないわけだ。にしてもお前度胸があるんだな。チンピラ相手にひるまなかったもんな。まあでも収穫はなしだったな。今日はもう切り上げようぜ。だな、声聞こえてたぜ。そうだ、昼過ぎにお前宛てに電話来てな、生徒会長って女の子、貴重品預かってくれてるんだと。囚人やお前のことをよく知ってたし、困ってる感じだったから連絡先教えといたけど。ここの住所調べてご主人から番号を聞き出したってことか。あの忍者はやること徹底してるぜ。けどそうかと思えばお前に詫びの電話入れてくるし、我が輩たちへの当たりは強いけど悪いやつじゃないのかもな。どうする？どうした？また会ったね。それにしてもすっきりしない天気だね。すっきりしないといえば例の怪盗騒ぎ、その後の動きがないんだ。予告状を使ってまで目立とうとする奴らなら、まだらめの件で終わりとは思えないよ。次に奴らが狙うとしたらどんな相手だろう。君ならどう考える？怪盗団は悪人しか狙わないか。本当にそうかな。たとえそうだとしても悪人なんて山ほどいる。なら奴らはどうやってその中から選ぶ？あ、ごめん、つい考え込んでしまって。テレビであんなことを言ったから怪盗団の動きから目が離せなくてね。学校で何か噂を聞くことがあれば教えてくれると嬉しいよ。下手すぎる。
何も進む気がしねえ。なあ、会長さんに変えてもらわね。変えてってターゲットを？俺らの正義を見せりゃ満足なんだろ。相手選ばなきゃ悪い大人なんていくらでも嫌がんだし、生徒のためとか言って結局自分の内心のためなんだろ。どうせでもさ、そのマフィア子供からお金巻き上げてんだよ。絶対許しちゃダメでしょ。会長とかもう関係なくない？アンの言う通りだな。弱い者に勇気を与える俺たちの狙いにうってつけの標的だと思わないか。まるでセンスを感じない。歌ってねえとこんなうるせえんだな。そりゃあさ、なんとかできたら明智も黙るとは思うぜ。だからやるべきだ。やっぱり情報じゃねえのかな。情報の探り方からテコ入れしないと、これ以上進めようがねえぜ。誰なら情報を持ってる可能性があるだろうな。そうだよ、あの新聞記者は？マダラメの家を張ってた女。おお、いたな。すっかり忘れてたぜ。お前名刺もらってたよな。結構大手じゃないか。けど信用できんの？他に手がないからな。はい、早速連絡。あ、はい。時間過ぎてるって、延長する？サービスタイム終わりだろ、出ようぜ。もったいない。とにかくあの記者からのメール待ちだな。レス来たら即連絡くれよ。おい、ご主人様。
ごめん。よし。その。誠、ねえ、新島先輩、僕を助けてくれないんですか？秘密は守るって言うから相談したのに、噂が広まってるし、まさか先輩が漏らしたんじゃ。落ち着いて、あなたが被害を受けてるのね。例の不良にも知られちゃって、また脅されるかも。どうして僕ばっかり、もうお金なんて払えないよ。もう少しだけ待って、手がかりも掴んだから。本当なんですか？ただの点数稼ぎだとかみんな噂してますよ。そんなことない、私だって生徒を守りたいと思って。だったら早く、会長だけが頼りなんです。お願いします。さてと。
よっ。遅いよ。
なあ。なあ、よし。行こうぜ。ニューカマー、これあの新聞記者からなんだよな。そこで今から会おうって。どうやらニューカマーって新宿にあるバーみたいだぜ。新宿で待ち合わせか。その息だぜ。新宿が大人の歓楽街だからってビビんなよ。みんなに連絡回せ。待て、まさか制服で行くつもりか。無意味に目立つのもなんだからな。着替えてった方がいいぜ。今度はお前が制服かよ。ああ、仕方ねえだろ。帰る日もなかったんだよ。つか制服だってバレねえよ。上は T シャツだし。そうか？普通じゃね？何も考えてないだろう。報道されても知らんからな。心配すんなって。渋谷と大して変わんねえだろ。
きっちり案内してやるよ。え、こっから新宿なら JL 乗るぞ。ビル出てすぐ右の改札な。さっさと行こうぜ。本当に大丈夫かよ。ちょっといいかな。こんな時間に何してるの、学生？そうそう、大人だよ。若く見られっけどさ。なんだ君、知り合いか？ん？そのズボンの柄、どっかで見たな。テレビのニュースか何かで。そうだ、セクハラ教師の事件だ。あの高校の制服。やべ。君たち高校生だね。ちょっと来なさい。あーもう、だから制服はダメだって言ったろ。うまくかわして逃げろ。いつになったら着くんだよ。今のはしょうがねえだろ。有名になった証拠だし。あの金髪の方に女難の層が出てます。いや、女難じゃない。とにかく恐ろしい災難が迫ってます。よく見せてください。はぁ、俺か。そうです、占った方がいいです。絶対当たりますから。な、またかよ。悪いな、急いでんだ。俺そういうの信じねえし。そうですか、ごめんなさい。でももしやっぱり気になるのでしたら、夜この場所にいますから。ではくれぐれもお気をつけて。おお、完全におとなしいようだな。マジでここか。ビール、ウイスキー、ワイン、夜はバータイムだってよ。やっぱ制服じゃやべえか。さっきもバレたしな。マジかよ、新宿まで来て。じゃあね、そこらで時間潰すわ。終わったら教えてくれ。いらっしゃい。もうや、いくつ。奈良ちゃんごめん、それ私の連れ。あんた、こんな子供引っ掛けて未成年に飲ませないでよ。奈良ちゃん、奥の席借りるね。ほら奥の席に行った行った。お姉さんが水をおごってあげよう。うえ、酒くせ。驚いた。冗談かと思ったら本当に来たんだ。
その勇気に免じて話聞いてあげる。何を知りたいわけ？なんでそんなこと知りたいわけ？まあ心当たりはあるよ。教えてあげてもいいんだけど。心の回答って知ってる？最近ちょっとした話題になってる件。はい、人化事件を追ってたけど何も情報つかめないし、ちょうど新しいネタ探してるとこなんだよ。ってことで、なんか情報持ってない？まあそんなとこ。君、囚人でしょ。前に会った時制服着てたもんね。心の回答って鴨志田事件が発端なわけじゃない？囚人の生徒なら内部事情とか知ってんじゃね的な。鴨志田の体罰被害がひどかった子を独占取材したいの。お互い成功法だとちょっと都合悪いみたいだし、いい子いたら紹介してくんないかな。被害に遭っていた生徒か。あ、三島ってやつとかは？あいつ怪盗団の味方っぽいし。じゃあ取引成立だ。その子の連絡先後で送っといて。我が輩の起点のおかげだぞ。感謝しろよ。考えてみたら、ハイジンク事件も怪盗団もオカルトみたいなもんなんだし、この二つ関係してんのかな。だが都合のいい嗅覚だったりするのかな。ああごめん、独り言。あ、じゃあ前払いってわけじゃないけど、金城純也、多分君が探しているのって金城だと思う。よし、気になるなら探ってみれば。後のことは私いらない。ララちゃん、グラス一つ。この子の分、新しい出会いの祝杯すっから。長居してると面倒くさそうだな。水だけ飲んで早めに引き上げようぜ。よし、来た道を戻りゃいいのか。よし、行くぞ。おい、マジか。おい、よっしゃ。待てよ。すげえな。帰るとするか。
これで金城のパレスに入ることができても当然だぜ。意外に楽勝だったな。戸締まり頼んだぞ。よくも危うく俺だけ異世界に。何の話？何でもねえよ。始めろ、ユウスケ。ナビに金城の名前を入力したが、思った通り反応があるな。となりゃあとは場所のキーワードが2つ、どこ、何だと思っているかだ。でも被害がこの辺中心って以外手がかりはない。思いつくキーワードいろいろ言ってみるしかないぜ。無理だろそれ。ビルどんだけあると思ってんだよ。文句言わないの。パレスの方が分かれば連想で割り出せる可能性もなくはない。牛耳ってるっつうことは庭とかか。候補が見つかりません。お金好きでしょ。札束風呂とかやる人いるって前にネットで見た。候補が見つかりません。ダメだ、話にならん。どうだ、何か思いつくか。なるほどな。候補が見つかりました。よし、当たりだ。奴はこの町のどこかを自分の銀行だと思っている。もっと現実離れしたものかと思ったけど銀行とかなんだ。金城なら一体どこを銀行って考える。金が集まる場所ってイメージなら自分のアジトとかじゃねえの。なら本物の銀行とか。それじゃ歪んでないことになっちまうぜ。ぐっそ、切りねえぞこれ。なんというか発想が普通すぎないか。バレスが放つあの狂気のパッション、あれが全く足りない気がする。いや、パッションってな。犯罪で金を巻き上げてるやつが考える銀行だぞ。もっと何か。でも他に銀行のイメージって言ったら、あ、お金を引き出せる場所とか。あ、もしかして被害者か。金は被害者の財布から引き出してんだろ。銀行は被害者のいる場所ってことか。うわ、えぐいそれ。でもありそう。おい勘弁しろよ。金城の被害者とか渋谷全体で何人いると思ってん。ヒットしました。待て、ヒットしたぞ。え、え、俺
なんか言った？金城が銀行と思っている場所は渋谷全体だ。は？町全部ってこと？なるほど、確かに被害者の居場所だな。恐れ入ったぜ、大した大悪党だ。っていうかさ、こんな人混みから入って大丈夫なの？ゴミ箱の中のゴミがなくなっても誰も気づかねえって。なら行くぞ。ナビゲーションを開始します。何あれ。歩く ATM。 認知症の人間なんだろうな。これが金城の思う銀行。まさか町ごととはな。見ろよこの町並み、歪みが町の全体に及んでる。全体？ああ、お城や美術館の時は外の町並みは普通だったもんね。渋谷が丸ごと金づる、そういうことか。マフィアのボス張ってるだけあんな。金城の位置を特定して早くお宝を盗むことに専念した方がいい。町全部ったってどっかにアジトあんだろ。探そうぜ。よし行こうぜ。金城は足がつかないか。なるほど、そりゃ浮くわけだ。で、どうやって行くわけ？モナってヘリとかになれんの？我が輩、車しか使えねえ。そこはなんか秘密兵器出せよ。うるせえ、我が輩は猫型ロボットじゃねえ。っていうか猫じゃねえ。今日はこの辺りが限度かもな。なんか対策考えねえと。明日もう一回考えよう。一旦引くぞ、ダッシュだ。
あの酒臭い女か？黒いつながり。正義の証明も楽じゃねえよ。これ明日みんなに相談だな。戸締まり頼んだぞ。最近考えるの、例の怪盗団のこと。もしお父さんが生きてたら。ごめん、食事中に。いいよ、続けて。応援したかなって、それだけ。そんなこと考える余力があるのはあなたが甘えてるからよ。そんなことは。ただ生きてれば家も服も食事にもありつける。私にはくだらないことを考える時間はなかったわ。お父さんが喜ぶ？ご立派な正義感掲げて死んでいって子供に負担かける父親のことなんて知らないわよ。違うよ、私は。いい加減自覚したら。今のあなたは役立たず。私の人生を消費して生きてるだけの存在。ごめん、言い過ぎた。疲れてるの、本当に。明日からは外で食べるわ。